片片山山大大君、はいえー、日本維新の会の会です私はあの前回であのちょっとあの聞き足りなかったというか、あの環境配慮設計指針について、続きをちょっと聞きたいと思います。でこの指針というのは、あのプラスチック製品の製造にあたって、それ国がその事業者に対して、環境に配慮した設計にするようまあ求めるものですよね。 でまあ、その具体的にはその透明なリサイクルしやすいペットボトルだとかあとは何度も使える付け替え容器などがあるんですけれどもで私もあの,あの前回山下委員がよく言われて私も NHK の,の番組を見たらあの確かライオンと顔が一緒にその付け替えボトルだったのかなあればあのなんか技術開発をやってるとか、まあ、この指針がそうしたその業界団体の後押しもしていくんだろうなというふうには思うんですけれどもその業界団体 とこと一緒にこう作っていくというか、ね、そういったことはどのように考えているのか、あとまた支援策も分かれば教えていただければと思いますが経済産業省大臣官房、矢作審議官お答え申し上げます、あのえこのえ環境配慮設計、これがその面的な広がりを持っていくためにも、その業界単位で同業他社が連携してま取り組んでいくということは極めて重要だと思ってございます。 あのこれまでの例でも、今、先生からお話ございましたけれども、例えばその,料その清涼飲料業界ではで、ペットボトルについて、自主設計ガイドラインを整備して、そのペットボトルを無色透明していくとか、あるいはその剥がしやすいラベルにする、こういったその設計の標準化、これを行っておりまして、この結果、ボトルとボトルのような、の質の高い回収・リサイクルを実現するに至っていると。 またこの業界では、軽量化を進めるということと、それから2030年までに再生材の利用を50%とすると、そういった目標も掲げて、さらに取り組みを進めている、そういった状況にございます。また、これは一つの業界というよりは、プラスチック製品のサプライチェーンを構成する幅広い事業者が参加する枠組みとして、クリーンオーシャンマテリアアライアンス、いわゆるクローマというのがございまして、 あの先生がご指摘あった今のカオウトライオンのです、ね、例でございますけれども、これはの共同してそのシャンプーなどの,その詰め替え用パウチ、これをそのリサイクルしやすいような素材の,その研究開発、まあ、こういったことをその行ってきているわけでございますけれども、まあ、こういったその日頃はライバルである同業他社、この連携によってその環境配慮設計に関するその取り組みもまあ進んでいると、まあ、こういった実態にございます。あの経済産業省といたしましても、この,あの環境配慮設計、 この指針の策定、これによって、ですね個々の事業者のみならず、あの業界単位での環境配慮設計の取り組みを加速していきたいと、それからその上で、業界単位でのその設計の標準化、あるいはそのガイドラインの策定みたいなものに関しまして、まあ、国としてもしっかり支援をしていきたいと、このように考えてございます。 山面的広がりと同時にあとは消費者にやっぱり買ってもらうというこれ、大切だと思うんですけれども、それでこの指針にその適合した製品はまあ認定する制度を設けるというんですが、これ、前回、あの大臣はね、特歩の,のようなイメージだとおっしゃったんですよね、それでまあちょっとどんなイメージかなというふうに思うんですけどで、消費者にやっぱりそれを受け入れてもらう、やっぱりマークみたいなものを作った方がいいと思うんですが、まあ、環境省に事前に聞くと、まだそこまでは考えてないみたいなこと言われたんですけど、 あった方がやっぱり認知度も高まると思いますしいいんだと思いますがどうでしょうか。小泉環境大臣、あった方がいいと思います。あのまだ考えてないっていうのはそのマークの具体的なデザインなどとかあのどういったものがいいかっていうことまではまだ考えられてないということなのであのこれからまさに特保でガムとかドリンクとかが一発で特保のものが分かって消費者が選びやすくなっているように環境配慮設計のものについても。 どのようなものが消費者の皆さんの選択にしやすいものになるか、それは法案が成立した後やらなければいけないことだと考えております片山君。 ぜひやってくださいあのうちの妻も特報はよく買ったりするんですよね、やっぱりああいうのに弱いというか、ですねやればいいかなというふうに思います。それであと、その購入にあたってはね、あの国の方はグリーン購入法で積極的に買うと、自治体には努力義務で買ってもらうとっていうんで、まあ、それだけでも結構な量になるんだとは言ってますけれども、あとはそのマーク以外にもその消費者にね、どのように積極的に買ってもらうような取り組みをしていくのか、それから事業者に対してもね、きょうは、 あの前回も今回もかなり EPR の話出てますけれども、EPR の観点からもある程度買ってもらうっていうのも、これ、求めてもいいんじゃないのかなと思いますが、そこら辺はどのようにお考えでしょうか矢作審議官。お答え申し上げますあの。環境配慮設計の取り組みをです、ね、社会に浸透させていくためには、これはあのあの、指針に即して設計された製品が市場で適切に評価されていくと、こういったことが大変重要でございます。 このため、この法律案では、環境配慮設計の指針に適合するものとして認定された製品につきまして、今の先生からご指摘のありました、このグリーン購入法に基づいて国が率先調達する、こういったインセンティブ、それから事業者及び消費者が認定を受けた製品を使用するよう努めるといった規定もその法律でございますし、また、認定製品の情報を国が公表すると、こういったことで、消費者等がその認定製品を認知して、これを使用することができるということをその促していきたいというふうに考えてございます。 でその上であの、消費者、それから事業者、これにその、まあ、環境配り型の,その製品の購入を促していくためにもです、ね、プラスチック資源循環の必要性とか、その環境配慮設計の意義について、まあ、この広く社会の理解を得るということが大変重要だというふうに思ってございます。あの今回の法案を決議に、あの消費者等への,その普及啓発に向け、あの環境省とも連携してしっかり取り組んでいきたいと。でまたあの、特に事業者に関しましては、こういったその事業活動こそが、まあ、市場で評価される、まあ、環境づくりをしていきたいと思っておりまして、 例えばの今年1月には、企業の優れた資源循環の取り組みを適正な評価につなげるべく、サーキュラーエコノミー及びプラスチック資源循環に関する投資ガイダンスというものを策定しました。イースジ投資が拡大する中で、環境配慮型の事業活動が企業価値の向上につながるような事業環境を整備していきたいと、このように考えてございます片山君。はい、あとまあ消費者にとってはコストもあるかなと、実際ちょっと高くなっちゃうとやっぱり買いづらくなっちゃうので、そこらへんもちょっと検討していただきたいなというふうに思います。 それで今回のその、まあ、次の話なんですが私も今回のメインは先ほど八郎先生が言われましたけれどもやっぱりあの私も市町村により一括回収なんだなというふうに思うんですよねでこれやっぱり私もいろいろ何度もそのあの環境省の担当者から聞いたのでやっぱり分かりづらいですよねで今まではそのあの容器包装リサイクル法に基づいてプラスチック製の容器包装についてまあ回収してリサイクルをやってた。 でこ,これからは、そのプラスチック製、容器包装だけじゃなくてプラ、その他のプラスチック全体も、この料理法のルートに乗っけちゃって、まあ、一緒に、まあまあ、リサイクルを進めていこう,いうまあこれで資源循環をどんどん進めていこう,いうこの意義はとてもいいとは思うんですけれども、ただね、その制度の立て付けが、やっぱね、すごくむず分かりづらくて、まあ、その中でも一番分かりづらいのが、さっきも話が出てたんですが、やっぱりリサイクル費用の負担なですよね、これね。 それなのに、プラスチック製容器包装の方は事業者にリサイクルの負担してもらうで、それ以外のものは市町村にやっぱり負担してもらうって言うんですね、だけど一括回収ですから、そうすと一括回収してもらう一個一個こう分けていかなきゃいけないようなレベルですよね、これね、本当にこれできるのかどうか、どう考えてるのかというのと、あとなんでこんなややこしいことにしたのかって、この2点教えていただけますか。松田次長 もともと平成7年に容器包装リサイクル法を作りまして、それでいろんな種類のガラスから紙、プラスチック、いろんな素材のものについて対象にする容器包装リサイクル法でございました。これは容器包装については、中身の商品を使ってしまった後すぐにゴミになると、ただ、これ新品同様ですので、非常にもったいないと。 でぜひリサイクルしていくべきだということで、えー、あの関係の皆さんの合意をいただいて、分けて集めるところは市町村で、その分けて集めたもののリサイクルは事業者が費用負担でやっていくと、こういうふうに決まったわけでございます。でこれ、出来上がってからもう20年以上経ったわけですけれども、プラスチック製容器の保存について、かなりあのこのリサイクルルートが整備されてきた。 わけでですすがが社会がこの高齢化する中でプラスチック製品とです、ね、プラスチック製容器包装を分けていくというところが、かなり住民の皆さんにとって負担になりつつあるというようなことからです、ね、プラスチックについてはもうプラスチック資源ということで、全体を分けて集めるようにした方がいいのではないかということで、私ども平成29年にモデル事業をやらせていただきました。そのの結果あの住民の皆さんは プラスチックということで、えー、容器包装だけでなく製品も一緒に出した方が あの分かりやすいと、分けやすいという方が7割以上、そういうことをですね言っていただきましたので、これはプラスチックについては今後、容器包装と製品を分けることなく、一括して集めた方が合理的だろうと、こういうことで、今回の法案の中では、一緒に集めて、容器包装、リサイクルの今のルートにそのまま載せられるようにしたというのが、一括回収を。 導入した理由でございますでそれでその上で、えー、先生ご指摘のとおりです、ね、この費用については、プラスチック製容器包装の部分は、この容器包装の、えー、特定事業者が 費用負担をしますで残りのプラスチック製品の部分については、市町村がえそのリサイクル費用というのをえ負担して行います。これ、何らかの形でえ量的安分を行う必要がございますで。このゴミの中身の調査というのは、容器放送リサイクル法ができてから、え私ども市町村と一緒に、 細かい組成分析の調査というのは、もう手法として確立しております、大体プラスチックについて言いますと、2割が製品系のプラスチック、8割が容器包装のプラスチックって、大まかに言いますとこんな傾向になっておりますけれども、まあ、それをサンプル的に調査をして、費用安分する元の根拠にしていくということは十分できるんだろうというふうに思っております片山君。えっと今、大切なことを2つ言ったと思ってるんですけど、それでまず1つはね、その,その でかプラスチック製容器包装と他のものを分けて出すのがあの消費者に大変だ、大変じゃないと思いますよ、それはもう分別、どんどんやってもらえばいいで、今回のこの法律見てね、やっぱ思うのは、いろいろ市町村に求める、それから事業者に求めるってあるんですけど、これ、消費者に何を求めるのかっていう話ですよねで、これからの資源循環社会を本当に進めていくんだったら、これね、消費者も相応のやっぱり役割を持たなきゃいけない、取り組むべき役割というかね。 やっぱ分別収集だとか、そういったものを使わないようにするだとか、そうやってその資源循環型の社会を作っていくんだと思うんですけど、それがその大変だろうから一触単にするっていうのは、これは本,本数的とは違う話になると思いますけど、ちょっと大臣、小泉環境大臣。あのもちろん、消費者の皆さんの責任として求めなければいけないことと同時に、えー、なぜ、 この分別をしななけければいいいんだろううかというその分別の意義に対する理解もしっかりと我々は説明しなければいけないしそこに合理的でないものがあればそれはむしろ簡素化をした上で非合理的な消費者に対する負担というのはなくしていかなければいけないだろうと思っています例えばペットボトルなどにしてもじゃあなぜあの蓋を外して捨ててくださいと。 いうふうに求めているのかって意外に知られてなくて、あれはやはり収集の方のことなど、またあのパッカー者ですね、ああいったところにも入っていくときに閉めてそのままだとまあポンとこうえまあ爆発じゃないですけども、そういったこともあったりリスクもあったりもするので外してくださいっていうような収集員の方の立場も含めてですねえあるんです。ただなかなか伝わってないのは我々の責任もありますが。 そこはしっかりやりますしまた前回の質疑の中で有料のゴミ袋これを東京23区はやっていなくて地方の自治体などは住民の皆さんに少しでもゴミの分別や資源がゴミになっている現状をちゃんと変えるべく有料化で求めているところが報われるようにするために先ほど自治体のプラスチックの品質のランキングをこの後出しますって話をしましたが 有料化の措置をやっている自治体とやっていない自治体も合わせて、この後公表します、そういった形で消費者の皆さんの努力が行われている自治体が報われるような措置も、我々としてはしっかりやっていきたいと思います片山君、あのまあ、いずれにしろねその、分けるのが大変だから一緒にするという考えじゃなくて、やっぱりそれ、第2問言われたように、それは消費者にもきちんと理解してもらって、で分けるという社会、これをきちんと、ね、分別社会というかね、 そそれをちょっっととぜひやてていいいたただきたいなと思いますそしてもう一つ言われたのが、その蘇生分析ができるとかっておっしゃったんですけど、技術的にはできると思いますけど、それが市町村は大変なんですよ。それは、ね、市町村の負担になっている。だから、ね、今、市町村、まあ、今回の、ね、この制度ってこれ義務化されてないですから、この新しいルートはね。だから実際に 改正になって施行されてで、自治体がどれほどこれ参加するのかなって、私、ちょっと一つ見ものなんだろうなとは思ってるんですけれども、で今、自治体はやっぱ財政に余裕のないところ、すごく多いですよね。だからコスト負担を下げてね、それ,とあのそれこそね、もう分あのリサイクルをやめてね、根づかをしようとしてる自治体だって出てきてるんですよね。だからその中で、あまりにも自治体に負担をかけすぎるのは、これは逆効果だと思うしで、そこについてはどう考えてるのか、答えていただけますか。 松沢次長、あの,の、えー、とプラスチック製品とプラスチック製容器包装のこの、えー、比率がどれぐらいかっていうデータを取ることについて、えー、これが大きな費用負担になるというふうには私ども考えておりません。必要があれば 国の方でその上で、今回の法案ではあの、これまでは先ほど、えー、竹谷先生の資料の中にありましたけど、日野市のようにプラスチック資源を一括して集めていたような自治体では、わざわざ分けて集めた後に、要求を取り沙ル法のルールに従って、 容器包装とそうでないものと分けて、ですねそれぞれ別々にリサイクルをしていたと、こういうことがあったわけですけれども、これをあの、 1一つのリサイクルルートでリサイクルすることができると、これは技術的に十分そっちの方が可能ですので、もちろん住民の方々にとって分けやすいやり方ではあるんですけれども、それだけではなく、ちょっと私、言葉足らずでしたけれども、プラスチック資源全体のリサイクルを考えますと、容器包装とそれ以外を分けずに、ですねプラスチック資源全体として回収した方が、リサイクルとしてはですね、 うまくく回っていくと効率的に回っていくということが、リサイクル側からもです、ね、あの分かっておりますので、まあ、そういう形でリサイクルを拡大するために、市町村の分別収集のところの手間がです、ね、費用負担ができるだけ少ないような形で、今回の法案の中では、一括回収ですとか、それから中間処理をリサイクラーと市町村のところで、 一本化できるそういう仕組みもです、ね、導入しておりますので、えー、そういう形で,です、ね、あのリサイクルに取り組む市町村が、えー、いたずらにこの費用がです、ね、かかりすぎてできないと、そういうことがならないように、えー、あのこ措置は講じているというふうに考えております片山君あの、まあ、そっちの一括でね、あの最小費の事業者と一緒になって商品化する方も聞いてますけれども、あのただそれで本当に自治体の、ね、負担が、 軽減されるかかかどうううとといいのはちょっと私は分からないと思うんですよねだからそこはよくその自治体の声も聞いていただいてそれはお金の面もそう手間の面もそうですけどもその自治体ができる形をね取って是非これを進めていってもらいたいなというふうに思いますけどねそれであとそのこれも橋野先生に言われたんですけどその、まあ、もちろんその一般廃棄物のごみ処理を担うのは市町村であるのは間違いないんですけども今回その負担も含めてね その EPR としての考え方、拡大生産者責任についての考え方、これ、製造事業者の方にあるとやっぱり負担を持たすべきじゃないかっていう考えもあって、これ、両方とベクトルが違うというかね、ベクトルが違うというのかな、なんかちょっとそれ相反しているようなところはあるんですけど、ここの考え方の整理はどうなってるんでしょうか、い松次長、はい、お答え申し上げます、あの拡大生産者責任、EPR、えー、これについては、 あのいろんなアプローチがあると思います。あの八郎先生が言われるような、陽気要項層リサイクル法の EPR の考え方は、最小品化費用を事業者が負担すると、そういう考え方でございました。今回の法案では、拡大生産者責任、EPR のアプローチとしては、まずはその環境配慮設計、こういった取り組みを事業者に求めていくと、でこれを取り組みをした事業者について、あの国の 公共調達の中で、えー、優先的にですね。あの引っ張っていくと、えー、こういう仕組みと合わせてやっていく。それからもう一つは、えー、自主回収の仕組みというのを今回法案の中に入れております。非常にこの転倒回収とかが、えー、今はですね。いろんなあの先導的な取り組み始まってますので。あの。 カオとライオンが一緒にやるとかですねそういう取り組みがどんどん進められるような仕組みを導入しておりますまあ、こういう形でですね事業者自らが会社のところから取り組むということもですねあの 拡大生産者責任のアプローチの一つだと思います。今回の法案はそういう形で,です、ね、別の多様なアプローチで事業者も役割分担をして社会全体でこの 3R 進めていくというこういう考え方をとっているということでございます。片山君。 その自主回収についても、ね、あの聞いて、まあ、こういう取り組みも入れていいなというふうに思います、ただあの、だから今回の,その法律でいろいろなことを盛り込んでる、それからその考え方としてはみんなこれに賛同はできると思うんですけど、ただ、それが実際にできるかどうかっていうところが、このテントの,この自主回収だと私、そうだと思うんですよね、だからそこは実際にここで今回、成立する法律が、ね、きちんと現場で実践されていく。 っていうことをかなり、その現場の声を聞きながら進めていってほしいなというふうに思います。終わります。ありがとうございました。